はい、先日新曲の方出させていただいたんですけれども、ちょっと今日ですね、なんかプロジェクトファイル見ながらちょっと偉そうに解説しようかなみたいな、そんな感じに思ってます。そうで、ここにミディキーボードをちょっと用意してきたんで、使いながら説明できればいいかなみたいな感じで、ちょっと何も喋ること決めてません。よろしくお願いします。とりあえずまあじゃあプロジェクトファイル開きますか。で、そうですね、何から説明したらいいんだろう。だいたい僕コード進行から適当にポロポロ弾きながら始めるんですけど、この曲のコード進行が、これ用意してきましたよ。あ、いいね。この曲のコード進行が、っていうような感じ。これ今トランスポーズしてたりするんで、ルートの音は全然違うんですけど、まあ、こういう解説できないです僕。これどういう、やばい、地震だ、うわよ多分頑張って考えようとすると、多分まあこの形なんですけど、基本的にはこの形、ちょっとこうオルタードするみたいな、一番の和音からこうっていう感じなんですけど、このルートを最初 D から始めることによってこうクリシェ感みたいなところを狙ってるみたいな感じです。であとは、まあ、適当にポロポロ弾いてて、ここに転調したらまあ面白いなっていうのがあったんで、まあ、だからとりあえず2個下の和音に移動するために、まあよくありがちのこの半音ずつ加工してつなげてあげるみたいなことをしてます。で、まあ、これはあれですね、半音下のセブンス、ドミナントセブンスに移してあげるっていう、だからあれと同じですね。このここで言うこれとまあ似たようなこと、あ、こっちよりもこっちのは近いな。だからこうコードの循環の最後にこう来るみたいなのをここでやってるって感じです。ここのテンションとかはよく分かってなくて、これでもよかったんですけど、このあれですね、ナインスの話です。どっちでもよかったな、どっちでもいいっす、まあ、そんな感じでコード作って、であとまあベタ打ちのやつも用意して、タイミング的にもちょっとこう前のめりというか、反拍前に押し出してあげる、いいですね。あれ、俺最後解説した？してないな。これもあれっすね、半音下のドミナントセブンス、このでーでーで、ここで一回この半音下ドミナントセブンスのこの進行を使っていて、さらに最後に戻るときにっていう風にやってるわけですね。まあ、だからそういうことです。詳しい効果とかは知らんす、聞いてて気持ちよかったんで、はい、ということでコード進行はまあここら辺にして、まあ多分次にここでドラム作ったんですよね。
まあ構成的にはキックが2個2種類で、あとクラップ、あとリムショット的な、まあ細かなちょいパーツがあって、あとハイハットですね。そうで、ハイハットはもともと、まあなんか僕こういうの最近好きでよくやってるんですけど、まあ、こういうの用意して、このグロスビート、あ、見ますね、 FL についてるやつでちょっといじってあげるっていうのを、そうっすね、こういう感じで両方かき出してあげる。こっちが元で、こっちがさっき言ったこのグロスビート、あれ？グロスビート、これをさすがにずっとやってるとくどくなっちゃうんで、まあ、元の音源の中に、まあ、だからこういう感じですよね、部分的にこう入れ替えてあげるみたいな。でこいつとこいつはこの下のグロスビートでやってあげたやつみたいな感じで、そうですね、ここら辺だけちょっとタイムワープがかかってるみたいな感じです。パーカスを、ハイハットはそんな感じで、これはね、多分どこの箱にも載ってねえ気持ち悪い位置のやつがいるんですよ。ここら辺とか、ここら辺とか、もともとちょっとスイングが入った、まあ 100% じゃないと思うんだけど 70% ぐらい、そんぐらいのスイングが入ったドラムループなんですよね、これ。それをちょっと引き伸ばして、まあ気持ち悪いけどいいかなっていう、ここの音とか今やばかったな、まあ、あんまり大きな音にしてない。あとベースっすね。うん、まあなんか頭に思い浮かんだのをポロポロ聞こえましたっていう感じです。一応これMIDIで打ち込ん、まあMIDIなんですけど、このピアノロール上で打ち込んだってよりは確か弾いてやってたけど、弾いてこんな感じがいいですねみたいな感じで打ち込みました。で、そうですね、ここでリードみたいなちょっと気持ち悪い音なんですけど、あ、音色についても説明した方がいいですね。今のリードで言うとフェーズプラントのサンプル、このコーラス系のサンプル、まあこういうちょっとコーラスっぽい音にしようかなと思ったんですけど、まあなんかリードにするっていう意味でちょっとソートゥースっぽい、ギリソートゥースじゃないんですけど、これよく見るちょい三角はまじりの感じで、あとまあエフェクトこんな感じ、まあグライドかけて、こいつ何やってんだ、これ何もやってないっすねどこにもオートメーションついてないよこれ。そうですね、じゃあここ解説していくと、もともとこのコードがあって、これさっきと使い回しなんですけど、でこれのここで2半音下がるっていう、僕まあこれやりがちなんですけど、これをまあ今回の曲でもやっていると。で、あと楽器的にはこういうシンセの音、これもめちゃくちゃ単純ですね。これも半音下がってるみたいな感じ、あ、半音じゃない、2半音、こっちで全音下がってるっていうのをやってて、でこの音に関してはさっき言った、もう全く同じですね、タイムワープしてったやつをところどころに入れて、この大元のやつと混ぜてアクセントとして入れてるみたいな感じです。で上から見ていくと、あ、こいつにはリバーブかけてますね。でこれドラムパターンが途中から入ってるみたいな、でだんだんゆっくりなってって、で終わると、まあちょっと気持ち悪い感じ、まあ、なんかこうどんどんとろける感じを出せたらいいかなと思って、このサンプルめっちゃいいんすよね。
で、なんかノイズがちょっとちょろちょろこことかこことかにピーピーって今聞こえたと思うんですけど、そうっすね、この2つが気持ち悪かったのでちょっと取り除いてるんで、ちょっとだけ歯抜けな感じで、であとはまあクラッシュ、プシャーン、これよく使ってるな俺。であとウィンドチャイム、ここはなんかアトモスフィア的な感じで置いてます。そうですね。これも全音下げたんかな？あ、7個も下げてますね。7半を下げたやつを置いてます。そうですね。これもなんか逆再生のやつを置いたりして、ちょっと気持ち悪い感じになってます。これはさっきの、これを録音して、録音というかバウンスして力刻んで上げたやつですね。で、さらにこれ切り刻んだやつを多分もう一回バウンスして、で、さらにそいつをちょっと切り刻んだ。ここは半音下げる、じゃあ全音下げる関係でこれを丸々録音してやってるんですけど、なんだろう、フォルマント的な意味でエレピの音は気持ち悪くなっちゃう、鈍くなっちゃってる。まあまあまあ味かなっていう。基本的なアイディアとしては、こういう半音どんどん下がっていくみたいなのって、こうスーファミとかこう DPCM とかでサンプル音源がもう使えるようになった初期の頃とかって、こう無理やりマザーとか顕著ですけど、マザー2ですね、ドラムパターンだったり、こういう音とか無理やりトランスポーズさせて流しちゃうみたいなのっていうのがよくあったわけで、それ、そういうのを意識してやったっていう部分はあると思います。で、次っすね。ドロップなんか、これはもう分からんけど、そうだな、なんかこれ結構かなり難産しましたね。コードというか、まあコードもこんなないですけど、この元のコードの最初の3つ、そう、この最初の3つに加えて、この4つ目の部分にこの2個目の音をポッて持ってきたみたいな、このルート的には下がって下がって上がってっていう、この1個目の和音と3個目の和音は違うんですけど、まあ、同じように聞こえちゃってるっていう部分はありますね。だから実質、まあ、和音的には2個聞こえる、まあ別にそれでもいいかなっていう、まあ実質同じなんだよね。で、これどう作ったんだったかな、多分このドラムパターンから作ってて、まあそうっすね。ここもなんかよくやりがちな、こう4拍ずつ置かないみたいな、6拍ずつ置いてるって、ちょっとポリリズム的な、まあこれからどんどん出てくるんですけど、後ろに行くと、で、これベースっすね。このベースの音もかなり単純、アタックにちょっとピッチを上げて、あとディストーションのミックスも上げて、で、あとビットクラッシュでちょっと高音の方にノイズっぽいのを足してます。ジリジリってるような感じです。まあこういう感じですね。で、あとこれはさっきのこれっすね。これを切り刻んであげて、まあ、ここら辺とかアタックの部分でちょっと立ち上がりがあるんですけど、こういうの。そこの部分がなくなってたりしてる感じ。ぶつ切りの印象を強める。で、ここら辺は全部ミュートになってるんで、多分この下28、29を作るためにやったやつ、さっきと同じ手法で元の音源と、まあ、エフェクトかけた音源っていうのを組み合わせて、
元の音源どんな音源だったかっていうと、これもチョップしてるな。どこだ元の音源？これか？あ、これっぽいな。ノコギリ波にビットクラッシュにちょっとリングモジュレーションで、これ何やっているかというと、このランダムを使ってこう鳴るごとにちょっと音の形を変えてあげるみたいなところで、リングモジュレーションとフランジャーを使ってこうランダムの値を使ってやってます。はい。で、この音を作ってあげたみたいな感じですね。で、それを刻んだのがこれですね。これはちょっとしつこすぎたんかな、確か。まあそういう印象あるんで、多分しつこかったんでしょう。まあ減らしてあげたり、ちょっとピッチを5度上のやつを入れてあげたり、でちょっとバリエーションを増やしながらって感じです。で、あと多分今の感じだと FL のボコーダーを刺してあげてるっていう感じですね。あ、そうですね、ここっすね。これ刺してあげて、ちょっと音変えてあげてますね。あ、ここノイズ入ってる。ああ、残念。ショックだな。確認不足。まあいいっす。あとはシンバルと、このちょっとブーっていう。これ最近使ってなかったんですけど、なんだっけ、スタイラス？あれ？シトラス？シトラスや。シトラスの音ですね。なんか前使ってたんですけど、ちょっと引っ張り出してきました。で、この後、まあなんかなんだ、四つ打ちのフィーリング、 BPM87.5 でいう四つ打ちですね。まあこれもドラムパターン見ていきますか。そう、なんか使ってる音源的に、まあ、この曲通して全体的にこう古めのこういうクラシックな音源、クラシックめな音源を使ってあげるみたいな、そういうイメージはしてます。で、これベースっす。はい。で、これはこれもね、さっきのところに出てきてるんですけど、もともとはこっちで使う予定だったんですよ。で、どんどん作っていくうちに、こう音を足していくと、この音がすごい邪魔になっちゃったんですよね。まあ、音小さくしてどうにかしようとしてるんですけど、あとこれに、こうやってベースの音、さすがにちょっと、音符は重なりすぎて気持ち悪いなみたいな感じで、こうやめて、で、こっちに移したっていう感じなんですよね。はい、そんな感じです。で、この振り返りの部分、はい、まあ単純に振り返りなんですけど、まあエフェクトかけてあげて、あとこう時間的なことを意識できるように、時計の音入れてあげてまーす。はい。ここはそんな語るとこないですね。で、次に、ここにドロップで入るドロップ。まあ、これはドロップって言っていいと思うんですけど、ちょっとトラップっぽい感じなんですかね。まずここを最初に作ってて、まあ、次どうするかなっていう、ドロップにしようとは思うんですけど、どうしましょうかねみたいなことを思ってて。で、最後のこの I'll say before のこの音、本当はもっと続くんですよね。これ続いていくところの、この途中のピピッって音、なんかこれをどんどん引き伸ばしてって打ったら面白いなーってところで、こいつをこれサンプラーに入れてあげたって感じですね。ててててて。
なるほど、こうやって打ち込んであげたと。はい、そういう感じで次につなげてます。で、ここはもう音数少なめで、ドラムがキックとクラップだけで、それにはい、こういう感じですね。で、これそう、この音とか、あとベースライン、あと聞いた感じで分かると思う。まあ明らかに4分の4拍子じゃない。ここで最後だけ4分の4拍子になる、基本4分の3拍子の1231231234、4分の10拍子分からん、拍子よりよく分かんねえんだよな。まあ4分の10拍あってワンループするような感じで、基本的には4分の3拍子みたいな、3つの拍で1単位で取れるような作り方。まあでもその楽曲的にはここは4分の4拍子で8小節でやってほしいんで、まあ、無理やり途中で終わらせるみたいな。ここもフリクエンシーシフター使って下げてます。そうで、あとこれもダミーで、このタイミングっていうのはこの20拍目なわけですね。で、10拍10拍で取って2ループして3ループ目に入るときに、こう上の方の周波数でなんか鳴ってるなみたいな、それであえてそっちでリズムを取らせてあげたところで、まあ裏切るみたいな感じですね。で、こっちはもう完全に4分の4で取ってあげてます。ドラム見てあげると、さっきのこれですね、これが本当に好きだったんで、これを入れてあげて、そうですね、こういうドラムパターンにしてあげても、完全に4分の4にしてあげて、であとこのさっきになってたこれも、もう完全にここの2小節でちゃんとループするようにリズムを変えてあげてます。であとベースラインも同様ですね。ここでループしてあげてるっていう感じに直してあげてます。で、この音はまあ、全然これ多分曲聴いてると聞こえないんですけど、こいつに負けて、これはこれでユニゾンです。そうですね、この音はマリンバとあとインハーモニックっていう、この音自体はちょっと幅が広いというか、まあそんな感じの印象、こっちで言ったらこう弾いたような、なん周りの音階まで幅を取ってるような音、そんな感じです。はい。で、これ下の方も同じ楽器、同じシンセ使ってて、低めで違う音階を弾いてあげてると。なんか6拍でワンループするようなやつっていうのを無理やり入れてます、これは。はい。で、あとは前も出てきたシンセ。これ、そう、これを作るために、まあ、この音を入れたいなっていうのがあったんで、まあ、和音を作ってあげようっていう。で、この和音はもうここのため、このパートだけで使われてる進行。で弾いてみると。まあ、こんな感じ。そうっすね。なんか何やってるか分かんないっす。とりあえず考え方的には、この音はここマイナー、このフレーズがこれはまあマイナーだろう。なんで、まあ、ここに合わせたマイナーを弾いてあげるっていう感じで最初は作ってあげて、あとは惰性でこう説明になってね、惰性で作りました。まあ聴いてて気持ちいいなみたいな。なんか今これの表示見ると Dm7 13th、 イメージ的には
イメージ的にはハーフディミニッシュなんですよ。B のハーフディミニッシュを弾いてあげてるっていう一緒なんですけど、その9スを取ってあげてこの音になってるんですけど、僕的にはディミニッシュ、ハーフディミニッシュで取ってるっていうイメージで作ってます。はい、そんな感じですね。で最後はちょっと引っ掛けみたいな感じで、ここはまたこういう決めが続くんかなと思わせといて、終わるんかいっていう陣内智則も思わず突っ込んでしまうような構成というか、最後にこう1シフトで半音下がった状態からここに向かって半音上げていく、本当は全部にかけてプラス1っていうのをしたかったんですけど、まあここがどうしてもこの前の曲のサンプリングっていう感じだったんで、まあ原曲のピッチャー残してあげといた方がいいのかなというところもあって、これも完全に戻っちゃうようにはしてます。はい、まあ、なんかこのピッチシフターここでやらんでももっといい書き方あるんだろうなみたいなところあるんですけど、まあちょっと面倒いんでいいかなみたいな、こんな感じです。はいはい、そんなところっすかね。僕 FLP ちょっとなくしちゃうんで全部飛ばしちゃうんで、記念というか忘れないように後で見返せるようにちょっと動画に残しておこうかなみたいな感じで作っていました。はい、以上です。ありがとうございました。あのチャンネル登録本当にお願いします。チャンネル登録と高評価っていうやつ、これ言いたくないんですけど、言いたくない、そうっすね、あの本当にあのねお願いします。はい、それでは失礼いたしまーす。